こんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。村上ハルキブック街道長編編4、世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。さあ、ついに来ました。大人気作です。僕もかなり好きな作品で、一冊長編で選べと言われたら、まあ相当迷う選択肢の中に入ってくる作品です。で、おそらくですね、村上ハルキファンの中でどの作品が一番好きなのかというアンケートを取っても、まあかなり高確率で1位を取るのがこの本作ではないでしょうかというところですね。世界の終わりとハードボイルドワンダーランド、とても印象的なタイトルです。読んだことあるという方も結構多いかと思いますし、名前は聞いたことあるという方も多いかと思います。要はですね、このブックガイド、まだ読んだことない方に、まあ、どんな話なのか、どんなところが魅力なのかというのをお伝えできるようなことを、まあ、主な目的として紹介を進めていければと思っております。では早速参りましょう。はい。いや、いつものように3部構成でまとめております。まず作品の概要をお伝えして、次にあらすじ。もうとても長いお話なので、全部であったり、ネタバレってことはせずに、本当に触りのみお伝えします。そして3つ目、ディープに楽しむということで、まあ、こんなところに着目して楽しんだら、より物語が楽しめる、小説が楽しめるんじゃないかという僕からのサジェスチョンを提示します。それでは、まず作品概要です。まずですね、この作品、1985年6月15日に新潮社より刊行されました。85年なのかなり初期の方ですね。前回のブックガイドでお伝えした1984年のとても村上ワールドは、村上イヤーの年だというところだったんですが、その次の年に出てきた、とてもエポックメイキングな1984年を過ぎて出てきた先週の作品というようなところですね。そして初の書き下ろし作品ということで、それまではですね、前作までの、ネズミ三部作に関しては、まあこう徐々に、まあ、元があってですね、出てきた作品なんですけれども、まあ、文学賞の作品があって、そこから刊行されたというところです。もうこれは本当にいきなりもうドンと、長編小説としていきなり出てきたというところですね。ただ一方で、実は街とその不確かな壁という、この長編小説の原型となった短編自体はあります。存在しています。ただ、その作品が本当に村上さん的にはかなり完成に仕上がりに納得がいっていないということで、今ほとんどお蔵入り状態になっていて、書籍の単行本の形、もしくは文庫本の形でも出版されてないですし、確か何か文芸誌に載っていて、そのバックナンバーを読むしか多分確かめる手段は現状ないんですから、全書とかにも入ってないというところなのですが、まあ、そういったものが一応元にはなっています。アイデアの大元のところですね。壁であったり、街であったりといったところはアイデアになっているようです。で、残念ながら実は僕まだそっちを読んだことがないので、何が共通で、まあ、おそらく街や壁が出てくること共通かと思うんですが、どこが違っているの、どうやら結末がだいぶ違うらしいんですが、というところはちょっとわからないですけれども、そういったものが元になっては、5つも一応書き下ろし作品という形になっています。そして第21回谷崎潤一郎賞受賞というところで、まあ、谷崎潤一郎賞のインパクトがどのぐらいなのかっていうのは、ちょっと今となっては分かりかねるところもあるんですが、まあ、非常に栄誉ある賞を受賞したと。そして何よりもやっぱ結構評価が本当に高いんですね、この作品は。評価も、文学的な評価も高いですし、何より単純に面白い。まあ、とにかくお話が面白いんです。いや、もちろんストーリーがただ面白いだけじゃない、いろんな仕掛けっていうのはなされているかとは思うんですけど、とにかく、まあ、四の五の言わずに読んで楽しいかどうかっていう意味で、本当に間口が広い作品なんじゃないかなと思います。で、特に村上春樹的な小説世界ではを特徴づける、なんかある人にとってはそういったところが苦手なんだよねということがよくやり玉に挙げられるような、いわゆる性的なシーンみたいなのも、まあ、ゼロじゃないんですけども、他の作品、例えば「ノルウェーの森」なんかと比べるとだいぶ趣も異なっているので、そういうのが苦手な方も、まあ言葉が適切かわからないですが、許容範囲なんじゃないかなと思います。とにかく話が面白いということで読ませる、そういった作品になっているんじゃないかなと思います。そういう意味ではですね、まあ、もちろんラノベとまでは言わないですけれども、かなりエンタメ色は強い作品です。エンタメ色が強い作品、村上さんの中にもいろいろあります。例えば、1984もそうですし、海辺のカフカなんかも割とそういった要素強いと思うんですが、多分これはもうかなりその中でもトップクラスに、特に、この世界の終わりとハードボールドワンダーランドっていうのはこの後も触れますが、世界の終わりという話とハードボールドワンダーランドという話がパラレルで進んでいく、交互に一生一生交互に進んでいくというタイプの話なんですけれども、このハードボールドワンダーランドの方は本当にもうエンタメ色が強いような、そういう作品になっていますんで、本当に楽しんで読めるかなというところですね。では、あらすじです。で、今申し上げたように、2つの物語が章ごとに交互に展開していきます。で、
ハードボイルドワンダーの世界のことなんですが、これちょっとですね、ややこしいのが、長編小説としての第1章はハードボイルドワンダーランドから始まります。そして第2章が世界の終わりで、第3章がこうしてこういうふうに行ったり来たりしていく。で、全部で40章。なので、それぞれ20章ずつあるっていう、そういう構成になっているんですけども、タイトルは世界の終わりとハードボイルドワンダーランドなんですね。で、これちょっとトリビアなんですけども、いざ出版になるっていう時に、日本で最初出る時は、まあ、この順番ってこともあるので、ハードボイルドワンダーランド、あれどっちがどっちだったかな、どっちがどっちか忘れましたが、どっちかにしてくれ、のみにしてくれて出たんですね。で、英語で出るときは逆にどっちかだけにしてくれっていうのが出てきたという、そういったお話がなんかウィキによると載っておりました。まあ、それはともかくですね。ちょっと触りだけ見ていきます。まず、ハードボイルド・ワンダーランドですね。主な登場人物、もちろんこれ以外も出てくるんですが、主人公を語り出てある私と、この私がですね、この博士のところにですね、仕事をしに行くんですね。で、私は、計算士という仕事についていると。で、その計算士が何かっていうのは、まあ、徐々に分かってくるんですが、一旦ちょっとここで触れないです。計算士という、まあ、専門職についていて、博士からのオーダーを受けて、プロフェッショナルとして仕事をしに博士のもとに行くと。で、その博士がなんかとんでもないオフィスにいてですね、なんかもうオフィス のセキュリティもすごいし、まずエレベーターがなんか見たこともないような SF 的なエレベーターで、そのエレベーターに乗って行くところからこの物語が始まるんですが、そこのエレベーターが開くと、このピンクの女の子、この博士の孫娘ですね、がいて、全身ピンクに包まれた、だからあれですよね、こち亀でいう玲子さんみたいな感じのイメージですね。ただ、こち亀の玲子さんとは違って、このピンクの女の子はすごくふくよかな体型をしている。で、それはこの、おじいさんである博士がですね、そういった肉付きの良い女性の方がなんかいいのであるっていう考えの持ち主して、そのおじさんに、まあ、気に入られようと、せっせと頑張って、肉をつけているという、そういうタイプの女性として出てきます。すごい不思議な女の子です。ちょっと漫画的な感じのキャラクターですかね。はい、その女の子が出てきて、で、彼女と一緒にこのまずはロー博士に会いに行くところから物語が始まります。そして、まあ、そこから先はこのロー博士に会いに行く話自体が相当に面白いので、ぜひですね、小説を読んで楽しんでいただければと思うんですが、そこからまた物語が少し進むと、この私が図書館に行って、ちょっと図書館に行って調べ物をする必要が出てくるとなってですね、で、まあ、いきなり図書館に行くわけではないんですが、図書館の、そうですね、図書館に行くんです。図書館の、そこでレファレンス係の女の子とちょっと知り合うといったことが出て、この彼女がだん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 キーになってくるという、そういうお話が進んでいきます。で、ハードボイルド・ワンダーランドって何やねんってところなんですが、まずですね、主人公の語り手の一人称が私っていうところがあるように、いわゆるちょっとハードボイルド小説風なんですね。ハードボイルドエンターテインメント小説風、まあ、探偵風というか。なので、村上さんも大好きなレイモンド・チャンドラーの探偵、フィリップ・マーローシリーズのような雰囲気がなんとなく漂っている。そして雰囲気で言うと、なので探偵小説のフォーマットという意味だと、長編として一つ前にある羊をめぐる冒険も、羊をめぐっていく、まあ、ちょっとした探偵小説みたいな、趣があるので、あれもよくチャンドラーに例えられるんですけども、ちょっとその雰囲気があるので、かなり、そしてすごく不思議なハードブルーなので、不思議なワンダーな冒険に巻き込まれていくというところで、で、まあ、すごいいろんなことが起こるんですね。で、結構大冒険をしていくような形になるんですけれども、という意味でのハードボイルド・ワンダーランドということなんじゃないかなと。そして一方、もう片方のですね、世界の終わり、これはこのハードボイルド・ワンダーランドがどう、ダイナミックのどうとすると、世界の終わりの方は静かというですね、動かない、スタティックなイメージです。本当に静かでもな世界ですと。で、主人公は、僕、語り手は僕ですね。これ、私と僕とで一人称が違うってとこ、これがね、すごく特徴的なんです。ここだけ見てもわかるんですが、文体が結構ガラッともう違ってるんですね。ハードボイルド・ワンダーランドがいわゆるエンタメ小説的に、まずスラ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 グイグイ読んでいくタイプのものだとすると、世界の周りの方はいわゆる文学作品というか、すごく丁寧に街の描写とかがされていて、というタイプのもの。で、これ、まあ、どっちのタイプの文体が読みやすいかっていうのは人にはいるかと思うんですが、おそらく多くの方はエンタメ的な意味でいくと、ハードボイルド・ワンダーランドが有名です。僕なんかも最初そうだったんですけども、でも一方で世界観にはまってくると、なんかもうこの世界の終わりの世界観に浸っていたいみたいなところに出てくる、そういうぐらい文体がガラリと変わります。このね、文体が交互にシャッフルしていく感じがね、これはね、気持ちいいんですよ。うん。ですと。で、この世界の終わり、ワンダーランド、このハードボイルド・ワンダーランド、ハードボイルド・ワンダーランドはハードボイルドでワンダーランドなんだけど、一応、まあ、現世なんですよ。そんなこと起こらないだろうなと思いつつも、まあ、起こっても
おかしくはない。そういう意味ではいつもの村上春樹の世界なんですよね。実際にこの作品の中、ハードボイルド・ワンダーランドの中では、大体千駄ヶ谷とか青山一丁目のあたり、まあ、村上さんがと昔住んでいて、ピーター・キャットでジャズバーをやっていて、で、まあ、よく散歩しながら神宮球場を見に行って、そこで、バッターがこうヒットを打った瞬間によしかけると思って、風の歌を聴けを書いたというエピソードで、あのあたりにいますと。が主な舞台になっているので、まあ、実際にあるところなんですね。で一方で世界の終わりの方どうかというと、これはもう完全なるファンタジーワールド。村上作品の中でも完全なるファンタジーワールドが出てくるって実は結構ないパターン。大体現実世界でファンタジーが展開していくっていうタイプが多いんですけども、これも完全なるもう虚構というか、まあ、架空の世界で展開される話です。でそこでは主人公である僕から影が切り離されてしまうんですね。でこの影が切り離されるっていうのはどういう状況なのかって、まずすごく読者のイマジネーションをかきたてるわけです。それってどういう状態と、なんか僕なんかはちょっといきなり漫画の話で恐縮ですけども、ワンピースという漫画で影目の実という能力者が出てくるんですが、影を本当物理的にハサミで除菌って切って切り離していってすっていう場面があるんですが、なんかあのイメージで最初に読んだ時も読んでたんですけども、もちろんこっちの方が先なんで、むしろ後でワンピースを読んだ時になんか最初の影のイメージでこれだったよなと思ったくらいなんですけども、どうやらそういうことではなくて本当に分身っぽいんですね。影は影で一つのアイデンティティがどうやらあるようだし、なんかおそらくは姿形も語り手のコピーなんだろうなっていう感がちょっとしてると。で主人公はある、壁に囲まれたある町にどういう理由か分からないんですけどもやってきて、そこに入るには影を切り離さなければいけなくて、で分離してしまうというところから物語が始まっていきます。でそこには門番がいて、この門番っていうのがすごくこう、まあ、ちょっとヒールっぽく悪役っぽく描かれてるんですが、この影を切り離して、そして以後この僕と影の接触をことあるごとにちょっと邪魔してくるような、ちょっとそういうような役、ちょっと凶暴な様子を秘めた人物として出てきます。そしてこっちでもですね、図書館があるんですね。でなんで図書館出てくるかというと、まあ、詳細をぜひですね読んでいただければと思うんですが、僕は影を切り離されて街で暮らし始めた時にですね、夢読みっていう仕事に就くんですね。この仕事がまた面白いんです。でハードボイルド・ワンダーランドも計算士っていう、一応現実世界なんだけど、まあ、計算士ってないじゃないですかっていう、なんだけど架空の職業があるんですが、こっちはよりファンタジーなんですね。夢読みっていう、もうそのなんかもうこの言葉がすごいもういいですよね。夢読みという不思議な仕事について、でその夢読みはどうやら図書館で行う仕事なんだということで、図書館にやってきて、でそこで、に女の子がいて、で彼女がアシスタントとして夢読みの仕事をサポートするというのは、どこから物語が始まっていて、もう世界の終わりという閉じた世界の中で展開される、この、まあ、これらの、まあ、門番はねちょっとあれなんですけども、この三者三様の人間模様を描きつつの物語で展開していくという、そういうで展開です。でこれですね、完全にパラで走っているだけではなくて、まあパラレルストーリーなので想像はつくかと思うんですが、徐々にですねこの全然関係がなさそうに見えるハードボイルド・ワンダーランドと世界の終わりのストーリーが徐々にこう共鳴し合っていくというか、つながっていくような、そういう展開が見られる。その感じがどうこれがつながっていくのみたいなところのドキドキとか、おお、つながってきた、あれこの話でこっちで話してたあれじゃないのみたいなことが相互に出てくるっていう、この感じがもうエンターテインメントかつもちろん文学作品として非常に面白いという、そういう作品になっています。結末含めてね、ぜひ読んでいただければと思います。でもう結末もどう捉えるかすごいね解釈が分かれるところなので、そこはぜひちょっとまた追って読み解き動画を作ってみたいと思いますが、今日はまあらすじの紹介というところでこの辺りにしたいと思います。さてでは最後にディープに楽しむというところで、物語を楽しむコツのところですね。まあここも型に出せば止まらないほどいくらでもあるんですけども、一旦ブックガイドということで今日は軽めに押さえておきます。3つちょっと挙げてますね。まずはまあ物語を楽しむ、読み込む、考えるということでですね、とにかく最初はもしあなたがこのビデオを見て方がまだ世界の割とハードボールとバンダーランド読んだことないよという方だったら方 でこの動画を見ていただいてちょっとでも気になっていただけたらぜひ読んでみてください。でその際はまずシンプルに物語の流れに沿って頭から順番に読んでいって、とにかく楽しんで読んでいただければなというふうに思います。ここまでも、そしてこの後も僕はちょっとマニアックな話をしますが、一旦そういったことは脇に置いといて、単純にただただ一つの面白い物語として読んでいただくのもまずはいいんじゃないかなと思います。で、
読んでいただいて、なるほど、確かに面白いの、すごく気に入ったということであれば、ぜひですね、よりディープに楽しむためにというと、楽しむ、まあ、一つのティップスとしてということで、僕もう一度言ったことあるんですけども、二つ物語が世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランドっていうのがあるんで、で、章ごとに完全に分かれているから、偶数数が世界の終わりで、奇数数が世界、ハードボイルド・ワンダーランドという形なので、そっちだけポンポンポンと拾っていって読むこともできるんで、そこだけ読んでみるっていうのがすごく、なんか意外と面白いんじゃないかと思います。ただ、さっきお話しした通り、基本的には2つのものでだんだんこう共鳴し合っていくので、そこのつながりはやっぱり、まあ、順々に読んでいった方が面白いかなと思いつつも、独立して読んでも多分、楽しめるというところなので、そういう見方をしてみるのも面白いかなと思います。で、より深読みしていく際の一つのキーというか、こういった側面から読んでいくと面白いんじゃないかなっていうのが、アイテムですね。結構象徴的なアイテムがいろいろ出てくるんですね。ここに挙げてるのは、あくまで一例で、ペーパークリップとか爪切りとか頭骨みたいなのが出てきますが、これってなんかどういう意味持ってるんだろうな、みたいなところを考えながら読んでいくと、意外と、あ、なるほどっていう瞬間が出てくるんじゃないかなというふうに思います。これもちょっとここでは詳細は触れておかないといけます。ぜひ考えてみてください。そして五感で楽しむということですね。村上作品、特に僕はこの側面が一番好きなんですけど、まあ音楽出てきます。他の作品でももちろん出てくるんですが、この作品での音楽はやっぱりすごく、音楽そのものが結構実はキーになっていたりするので、そういった意味でも楽しいです。で、たくさん出てくるんですが、全然外せないかなというのはこの3つかなってことで、まずダニーボーイ。これはもう、読んでいただければ、わかるかと思います。で、これはですね、もしまだ世界の割とハードボイルド・ワンダーランドで読んだことないよって方で、もしダニー・ボーイって全然知らないという方、先に YouTube でダニー・ボーイっていう音楽を検索して聞いてみてから、あ、こういう、多分ね、聞いたことはあると思います。いざ聞いてみると、あ、なんか聞いたことあるメロディーだなってなるので、それを念頭に置いてこの物語を読んでいただくと結構感動が上がるんじゃないかなと思います。そしてボブ・ディラン、ノーベル文学賞取りましたね。まあ、村上さんが毎年取るんじゃないかということで、僕らの村上ファン、ハルキストは毎年こう、ワクワクしながら、この10月のノーベル文学賞の季節を待ってるんですが、ちなみにノーベル文学賞に関しては、ハルキストが語るノーベル文学賞っていう動画を別途撮ってるんで、ぜひちょっとそちらもご覧いただければと思うんですが、毎年のように、ある年ですね、待っていたら、さあ、今年は誰だと思ったら、まさかのボブ・ディランが取ったということで、まあ、すごい騒然とした年があったんですけれども、で何が騒然としたって、まあ、そもそもボブ・ディランって小説家ではなくて基本的にはミュージシャンですよね。でもまあその詩の世界が素晴らしいという意味で、まあ、詩ももちろん文学形態の一つではあるので、そういう意味ではなるほどと思いつつも、なんといってもボブ・ディランがやっぱり村上春樹作品にすごくフィーチャーされていて、で一番フィーチャーされてるのはやっぱりこの作品ですね。いろんなところに出てくるし、すごく象徴的なところで出てくるし、何よりもすごく好きなのがボブ・ディランの歌、声について、まるで小さな子供が雨降りを眺めているような声なのというのをある作中の人物が言うんですが、もう素晴らしい、まあ、おそらく村上さんの感想なんでしょう。とても素晴らしい、的を得たどっちだわからないですけども、表現だなってところで、そこもすごい好きで、やっぱこの小説読むとボブ・ディラン本当聞きたくなります。そして The End of the World ということで、まあ、これは表題にもなってますね。世界の終わりという言葉の多分元になっているのがこの、曲で End of the World という曲があります。でこの曲の歌詞がですね、冒頭のところにも出てくる通り、これは結構キーになってくるかなというところです。そして料理ですね。料理も結構象徴的に出てきます。物語後半ですね、まあ、レストランで食事をするシーンがあるんですが、とにかく食べまくる、その食べまくるシーンがすごく楽しいです。あと同じく、まあ、物語一般でビアホールで食べる生牡蠣っていうのがあるんですが、これもまた美味しそう。そしてさらに旅ということで、世界の周り、ハードボイルド・ワンダーランドのは千駄ヶ谷から青山一丁目あたりを出ているので、そこら辺歩ってみるのもすごい楽しいと思います。で映画はね、結構出てくるんです。キー・ラーゴ、静かなる男、ストリートファイターなんかが結構象徴的に出てくるんですが、でキー・ラーゴに関しては、キー・ラーゴに出てくるローレン・バーコールという女優さんについて、すごくこのハードボイルド・ワンダーランドの方の語り手がすごく彼女が好きだっていう中で、で3つ数えるのバコールもいいけど、キー・ラーゴの方がよりいいっていう話が出るんですが、ちょっと逆に注目したいのは3つ数えるの方で、これ何かというとですね、原作レイモンド・チャンドラーの大いなる眠りなんですね。フィリップ・マーローシリーズの第1作目、もちろん後年村上さん自身が訳している本、その、
大いなる眠り、ロングスリープの映画版が3つ数えろなんです。これね、結構僕もう映画自体は見たことがないので、最初見た時全然分からなかったんですけど、たまたま調べたらそうなってまして、そういう意味も結構こっちは外せないかなと。そして3つ数えろという映画、文学的にもちょっと面白いのが、監督がなんとウィリアム、監督脚本かな、ウィリアム・フォークナーなんですね。アメリカ文学史というか、まあ、世界文学史に三千と輝くの巨星ですよね、ウィリアム・フォークナーで。なんか当時はハリウッドでそういう小説家がハリウッド作品の脚本を書いたりするっていうのは結構流れがあったみたいで、フィッツジェラルドとかもそういった脚本を書いたりとかしてますが、なんとフォークナー脚本はプロデュースなんか監督なんかしながらの、シャンドラ原作っていう、そんな文学的にていうか村上春樹文学的な流れで見るとこれを外せないなという、そんな作品まだ見てないですけども、ちょっとね、そういった意味でも気になる映画です。それがここで出てるっていうのがまあ面白いじゃないですかというお話ですね。そして村上作品を読むと文学作品がとにかく読みたくなるというのがあるんですが、この作品にもいろんな作品が出てきます。ツルゲーネフのルージン、ドストビスキー、カラマゾフの兄弟、コンラッド、ロードジム、バルザック。でバルザックはタイトルは出てこないですが、カバウソが出てくるということで、おそらく農民という作品だろうということは、まあ、推察をされますと。で、まあ、それぞれ触れているときりはないんですが、そうですね、まあ、ロードジム他の作品でも出てきますし、ロードジムは村上さんの翻訳の仕事で欠かすことができない柴田元幸先生がロードジムを翻訳してたりするので、そういった意味でも手に取るきっかけになりやすいから。でもね、これ難しいです。僕も柴田先生役買ってるんですけど、実はまだ独立しきれてなくて、もう多分10年ぐらい経つんだけどという、ちょっと難しいんですが、ちょっとそのうち読み切りたいなと思います。でカラマゾフの兄弟、これもまあ外せないですね。名前は知ってるけど読んだことないっていう方は結構多いんじゃないかなと思いつつも、まあ村上さん自身が自身に影響を与えた3冊の長編の中にこの1冊挙げてます。カラマゾフの兄弟 と、さっきも出てきたシャンドラーのロンググッドバイ、そしてもちろんフィッツジェラルドのグレートギャツビーが外せない 3冊ということで出てきますが、まあ、その中の1作、特にカラマゾフの兄弟、いろんなところで村上作品に出てくるんですが、この作品は特に世界にもとハードボイルドワンダーランドと後半の方でカラマゾフの兄弟についてまあいろいろちょっと語ってる場面もあったりするので、すごくみんな気になるんじゃないかな、どんな作品なのか気になるんじゃないかなと思います。まあ、これを一つきっかけに、まあ、手に取って読んでみてもすぐより世界が広がっていくかなというふうに思います。というわけでですね、バーッと駆け足でございましたが、やっぱり長編はある程度ショートに語ろうと思っているので、結構話したいネタが多すぎて時間かかっちゃいますねということで、まだまだ語り足りないんですが、今日はブックガイド初級編ということなので、このあたりにしようと思います。ぜひ手に取って読んでいただければと思います。そして続きがよりもっとディープに楽しんでいきたいという方、そのうちですね、読み解き編であったり、いろんな角度からもっとこの作品について語りたいので、いろいろ動画も作っていきたいと思うので、ぜひサブスクライブ登録していただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。Until then, see you, bye!